はい、どうも、熊さんです。今日のニュースは沖縄ということでですね、はい、沖縄の基地反対活動家、ここまでやばかったの？俺ちょっと分かってなかったわ。ごめんなさいという動画ですね。はい、沖縄基地反対活動家、住民への暴力と違法行為、そしてそれを取り締まらない警察、そしてそれを全く報じないメディア、はい、沖縄ぐちゃぐちゃ、そういうお話でございます。ですね、沖縄にはですね、こう日本の平和をですね、ガチで守るためにですね、活動している、このボギーテトコンさんとかですね、まあいろんなですね、インフルエンサーの方いらっしゃるんだけれども、こういう方々がですね、相手にしているのが平和を愛するとか言っているですね、この沖縄のですね、反基地活動家の方々なんですよね。平和を愛するとか言いながらですね、一番平和からほど遠いやつなので、こいつらね、住民とか言ってますけれども、これどう考えてもですね、東京とかその辺からですね、日本共産党にですね、お金をいただいて、そのお金を活動資金としてですね、沖縄で暴れ回っているというのがですね、このね、基地反対の活動家の方々なんだけれども、もうどんだけヤバいやつらをですね、この平和、本当の平和を愛するですね、ボギーテトコンさんとかがですね、相手にしているのかというのが私よくわかりました。この記事読んでよくわかった。俺ここまでやばいと思ってませんでした。今更だけどごめんなさい。知ってる方からしたらですね、今更かよっていう話かもしれないんだけど、知らない方の方が多いからで、沖縄のこの反基地活動家がどんだけやべえかっていうのをですね、お伝えしていきたいなと思ってます。でも簡単に言うとね、集会の中でですね、沖縄というのは公職選挙法の特区でございますから、沖縄の中ではですね、公職選挙法違反いくらでもやっても構わないんですと。だからどんどん違反しましょうと。そしてですね、この公職選挙法を守りたいという人たち、今すぐ本土に帰れとかですね、集会で言ってるんですよ。それって反社組織じゃないの？っていうか、犯罪組織じゃん、それ！なあ！で、なんでこの記事に気がついたかというとですね、私ですね、今日ですね、またね、沖縄タイムズを見ていたらですね、アホーみたいな記事が載ってたわけですよ。はい。宮古島の陸上自衛隊、警備の時に小銃を持っていた。当たり前のことなんだけど。宮古島といえばですね、中国軍がいつですね、南下してくるかわからない、襲ってくるかわからないという、まさにね、中国と対峙をしている前線中の前線なんですよね。ミサイル部隊なんかが置かれていて、このミサイル部隊がですね、中国が来た時に、なんとかもう命を捨てて踏ん張ってですね、その間に米軍が助けに来るというですね、もうギリギリの作戦をですね、実行しようとしておられるですね、もう一生頭が上がらないですね、素晴らしい方々ですな。この方々がですね、当然基地でございますから、自衛隊の基地でございますから、その警備の時に小銃を持っていたと。したらですね、なんかね、この反基地活動家の奴らが来てですね、なんで銃を持ってるんだ、いやお前は軍の基地のお前警備だぞおいという話、お前その銃を誰に向けるつもりだって、いや別にお前には向けねえよという、そういうですね、アホみたいなやり取りがですね、あったという、それをですね、わざわざ一面にしてですね、警戒対象は別に住民じゃねえよ、中国だろどう考えてもという、こういうね、アホみたいな記事を載っけてですね、もう沖縄タイムズは本当いつまで経ってもどうしようもない新聞だなとツイッターをしたんだけど、それはですね、ツイッターのね、フォロワーの方からですね、こっちも読んで、こっちも読んで、こいつらマジでやべえからつって共有してもらったのがこの記事なんですよ。はい。というわけでですね、これね、これ読んでいきたいと思うけど、ほんで、知ってる人はですね、知ってる人もすごいな。ここまでやばかったのね。なあ、いや、で、知らない人はですね、多分ね、ひっくり返ると思います。マジで犯罪組織です、この人たち。あ、行きますよ。はい、沖縄基地反対活動家、住民への暴力と違法行為、取り締まらない警察、報じないメディア。はい、沖縄って、無法地帯なんだね。やばいんだね。はい、行きますよ。はい、前回掲載記事のですね、公安警察ゼロのですね、極秘任務。はい、市民活動、自衛隊、メディア、右翼団体などを監視で、説明した警察におけるですね、行政事務手続きや公安組織とのですね、縦割り行政によるお役所仕事機質を踏まえて、沖縄の現状を見てみますという記事でございます。行きますよ。はい、社民のテルヤ氏という方がいらっしゃいましたね、確かね。うん、沖縄は選挙、公職選挙法特区。これどういうことかというと、公職選挙法を守らなくても良い土地ですというですね、堂々と言ったの、社民党の人間が。おい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 、やばいなんてもんじゃねえだろ。辺野古基地移設へのですね、反対運動で知られる、これなんていうものこれ、やけ、わかんない。これ、社民のですね、オール沖縄のですね、この衆院議員がですね、国会で安倍晋三首相、当時の安倍晋三首相ですね、に次のように質問をしました。沖縄における辺野古新基地建設反対運動、東村高、高江で、高江でいいのかな、高江の、米軍のですね、ヘリパッドを建設反対運動は、国政選挙や市長選挙で示された民意を無視して、これらのですね、工事を強行する国家権力に対抗するための非暴力の抗議活動であると、ポイントだよ。全然非暴力じゃないからね。特定の政党や団体、活動からにですね、とどまる反対運動では、断じてなく、いわゆるオール沖縄の旗印のもとにですね、
今となっては崩壊しそうなオール沖縄だね。沖縄の旗印のもとに多くの県民が結集をする、開かれた抵抗闘争であると、内外情勢の解雇と展望62ページには、沖縄県民大会に全国から党員や活動家を動員したというですね、まあ、当たり前の普通の記述があるが、具体的にどの政党を指しているのか、当該政党の名称を全て列挙した上で、動員したと断定する証拠について、政府の見解を示されたいと、ぶち切れたわけですね。それに対して、安倍首相はですね、沖縄県民大会に全国から党員を動員したと記述をされた政党は日本共産党であると象徴していますので、さすが安倍さん、真正面から日本共産党切って捨てましたなと回答しているわけですね。ところが照屋氏はですね、2010年10月の29日、那覇市で開かれた同年11月のですね、沖縄県の知事選において社民党が推薦をする前ですね、前の市長のですね、稲見さんという方ですね、稲見さんが現在ですね、なんか参院議員らしいですよ、を支援するパーティーで次のようにですね、明言をしておりました。はい、怪しい名言いきますよ。はい、沖縄は公職選挙法特区、つまりですね、公職選挙法を守らなくても良い場所でございますから、逮捕を覚悟で腹を据えてやっていただきたい。もうほぼヤクザの工場でございますな。逮捕を覚悟だって。街頭行動ですね、頑張ってもらいたい。公職選挙法を守ろうと思っている人は今日の飛行機の最終便で帰っても良いという。おー、すげー。万一逮捕されたら弁護士は私ではなく、社民党の福島瑞穂を呼んでください。来ましたね。犯罪者は福島瑞穂を守ってくれるからということでしょうか。このパーティーにはですね、福島瑞穂党首ら、瑞穂いたのか、ここに。党幹部に加えて、全国の地方組織から、週末のですね、ビラ配りなどのために沖縄に来た約90人が参加をしていましたが、その場で誰一人この発言を問題する者はいませんでした。やばいですな。またですね、2013年4月の1日には自身のブログで、沖縄ついに大和から独立へ、というわけで日本から独立へと、大社の文章を公表してですね、明治以来の近現代史の中で、時の政権から沖縄は常に差別をされ、今なおうちなんちゅうはですね、日本国民として扱われていないというですね、間違った認識を表明しまして、沖縄はですね、いっそ日本国から独立をした方が良いと真剣に思っていると発言をしました。アホの発言でございますよ。その上でですね、同年5月の15日、沖縄のですね、本土復帰41周年に合わせまして、沖縄がですね、日本からの独立を目指す、琉球民族独立総合研究学会にですね、の設立に対して大いに期待をして、賛同すると発言をいたしましたと。この活動家の方々の目標というのは、沖縄をですね、日本から切り離して、中国の属国になるというのがですね、どうもね、目的のようなんですよね。だから今一生懸命独立だって言ってるわけですよ。沖縄県の皆さん気をつけてね。でもね、この沖縄のですね、昔から住んでる沖縄の住民とのですね、衝突もあるらしいんですよね。行こうか。まずは、中国共産党政府がほのめかす、沖縄独立。はい、中国共産党はですね、沖縄も中国のものだって言ってますからね。はい、これは同じですよ。ウクライナと同じでですね、沖縄に独立宣言をさせて、そこに中国共産党の軍がですね、平和維持活動だとかわけわかんないことで駐留をすると。これがですね、沖縄の中国共産党が目指している形ですね。で、それをですね、後押しして応援しているのがこの沖縄の反基地のですね、活動家の方々ですね。はい、なおですね、沖縄の独立をめぐっては2013年の5月の8日に中国共産党の機関紙の人民日報がですね、政府系のシンクタンク、中国社会科学院の研究員らが執筆をした歴史的に未解決の琉球問題を再び議論できる時が来たとの論文を掲載してですね、琉球、つまり沖縄は、民と明、あ、違うな、民と清か、民と清の領庁の時期、中国の領国だったとして、まあ、これ嘘なんだけど、日本がですね、武力などで併合したと強調、日清戦争後のですね、下関条約に関して、敗北をした新政府に琉球を再び問題にする力はなく、台湾とですね、属国の諸島、どうもね、これ尖閣諸島も含んでるらしいんだけれども、琉球は日本に奪い去られたんだと主張しました。だからこそですね、中国としては取り返すんだっていうですね、もう適当なこと言ってるんだよな、あいつらな。またですね、人民日報傘下の、国際情報誌、環球時報ですね、がですね、5月の11日、社説でですね、どこだ、琉球問題をですね、活性化して、公式の立場の変更への道を開くということで、沖縄のですね、独立勢力を育成するべきであるなどと、中国政府に提案をして、国際問題にも発展をしましたと。はい、沖縄県民からはですね、独立が沖縄の総意とは思わないでほしいと危惧する声も上がっていますと。はい、そりゃそうだよね。ほとんどの沖縄県民がそんな独立なんて思ってませんよ。私たちは日本人、日本よりも、中国の一部になりたいなんて思ってる人どんだけいるの？ね、やばすぎるよ、それ思ってたら。はい、刑事警察ではですね、予算も個人情報も民主党政権から、ですね、与党である、共産、立憲、社民に掌握
をされていること、またですね、それ以前から共産党への支持が強く議員数も多い沖縄県内では共産党への捜査権がないことも踏まえ、そうなんだね、与党であるですね共産党陣営は選挙違反をやらなきゃ損、わかりますかこれ、日本共産党どんだけやばいかわかる、違反は、ね、逮捕されないんだからやらなきゃ損とばかりにですねやりたい放題、その悪習慣は他の与党陣営だけにとどまらず、野党、自民党公明党支持者にも一部伝播し、県警の捜査2課ではですね頭の痛い問題となっていますとね、だからですねあの日本共産党がやってくるんであればですね、こちらも多少のことはやらないとですね対抗できないという形で、自民公明もやっちゃってるということかな、もうほぼ無法地帯、共産党やですね、反政府活動などの、公安常時調査監視対象団体の活動においても同様で、団体の活動、運動員の動き、交友関係、通話などの情報収集で、組織相関図やデータを作ることばかりに各々が熱心で、仮にですね暴行傷害公務執行妨害などで逮捕しても、警察署をですね反対派が取り囲んで、逮捕被害者を返せということでですね、シュプレヒコールを上げるなどの恫喝行為を、数とですね身近な暴力をかけてちらつかせることから、県内出身警察官などはですね、自身であるとかあと家族の身の保全を鑑みて、正当な公務執行力を発揮することをですね、はばかる傾向もあって問題となっています。これ何かというとこの後出てくるのかな、なんかですねそのね、やめるんだっつって警官に対してですねこうネットを見せですね、おいこれ Google マップだ見てみろとな、これを拡大するよ拡大するよ、ここがお前の家だよな、なあここがお前の家だよな、ここに確かお前奥さんとあと女の子の子供がいるよな、大丈夫ね、大丈夫つって脅してくるんですって。そんなんされたら警察官もその怖いよね。こんなのが常態化している。これがですね、沖縄の状況でございます。反基地活動家の対応などにはですね、他府県のですね、警備部からですね、機動隊なども応援を得ていますが、政治活動に慣れた者ほど法の抜け穴に熟知をしていると、逮捕されてもですね、微罪であったり、起訴を決定するほどの自白証拠や物証を取れなかったり、公判上でですね、巧妙な新証拠を出す用意なども周到に計画されていて、公判維持ができる可能性が低いとなればですね、警察ともにですね、逮捕拘留すること自体にですね徐々に消極的になっていくそうでございます。こういうね負のスパイラルに沖縄っていうのはですね陥っているそうでございます。はい、だからね簡単に言うと無法地帯なんですよ。沖縄旅行に行くのも怖えな、ほんとな。基地反対派に袋叩きにされる地元の若者。これやばいでしょ。ここから本当にね、やばくなっていくよ。辺野古キャンプ、シュワブでですね、違法ビラやリボンなどを撤去するですね、フェンスクリーン活動を行っている方が、要するにあの、反基地の活動家がですね、基地に、米軍は出ていけとかね、ポサをいっぱい貼ってるわけですよ。ね、そういうのはですね、もう景観的に汚いから、やっぱ定期的に撤去をしてるらしいんですよね。この撤去を行っている方がですね、基地反対派に寄ってたかって暴行を加えられるといった事態もですね警察官の目の前で起きているそうでございます。本当に日本の話をしてるのかな俺今、フェイスクリーン活動はですね、辺野古の民生姉団や、辺野古商業社交業組合などの地元の方がですね、定期的に行っているもので、違法に設置をされた建て看板であるとか、ポスターなど汚いからね、でね、撤去するボランティア活動ですとね、単なるボランティア活動なんですよ。で、一方ですね、基地のですね、反対派のリーダー、平和運動センター、山城さんですね、山城さんが昔逮捕された方だよね、の多くはですね、沖縄県外からやってきた者たちで占められていて、バス停や緑地帯、国道上にもですね、違法駐車、そして街路地などにもですね勝手に座り込んでテントを立てて露天業をね物を売っているというですね営むという傍若無人な無法地帯の体を成していますと。怖いなこれ、地元の青年たちは気をつけろよ、地元の青年たちは必ずしもですね、基地賛成派というわけではないのですが、地元の外からやってきた者たちがに地元が汚されて座り込みや反対派が行う赤所活動で国道の車の交通が妨げられて、仕事に行くにも時間がかかるというような形で支障が出る現状を見かねてですね、地元の美化のために、ボランティアで集まってですね、こういう変なポスターの撤去とか頑張ってくれてるんだよね。で、反対派との争いは恒常的にも常に起こっていて、出くわせば睨み合い、暴言を浴びせてくるだけではなく、一人をですね、反対派が複数で取り囲んで、服を掴むだけではなく、身体、体にですね、直接触れて突き飛ばす、蹴っ飛ばす、揉み合いになって押し倒す、持ち物を弾き飛ばす、特に撮影機材なんかはね、狙われるらしいですよ。そして、メガネやマスクを剥ぎ取って、そして、大勢で美化活動する方のですね、写真をね、撮影してですね、共有するというですね、超恐怖だよこれ、昼間にですね活動を行えば争いが激化するのは必至ですから、夜にこっそり活動をね行う場合もあると。もう正しい活動をやってるボランティアの方々がもう夜中じゃないと活動ができないという状況になってるんですよ。そして運悪く反対側に見つかると、またしても一人で複数人を取り囲んで撤去をした違法なビラやリボンをですね持ち主に許可なく外すな、元に戻せと規制を発していますと。改めて言いますが、そのビラやリボンの設置自体がそもそも違法ですし、で反対派の選挙をしているテントもですね
ね、行動で行う座り込み自体が違法なのでございますと。ある方はですね、この時に9名の反対派、この山城をね、山城を含んでたらしいですよ。9名の反対派に取り囲まれ、揉み合い、サンダルは壊され、引きずり回され、マスクを剥ぎ取られ、顔を撮影されました。こんなん訴えられないんで、ここまでやられて。いや、この状況で警察官はまともに止めてくれないし、裁判所もまともに取り合ってくれないと。いや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 、日本政府何やってるの？何やってんの？これやばいでしょ。で、こいつらの味方がですね、今沖縄県知事やってるんですよ。いや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 、これなんとかしなきゃいけないんじゃないですか、これ。反対派の暴力に対して警察もマスコミもだんまりと。はい、驚いたことにですね、このような乱暴牢席を起こすですね、反対派の中には、これ、なんて読むのこれ、玉那覇、北町町議、の議会議員の姿もか、要するにこれ、これ、町議会議員もですね、こういう乱暴牢席を行っている集団の一部であるということなんだね。の姿も確認されましたし、撮影をするうちの一人はですね、これなんでもな、久美子、名護市のですね、市議会議員の姿もあったというお話ですね。その場でですね、警察官は駆けつけたものの、反対派はですね、一向に制止命令にも従わず、暴言も暴行も止めようとしませんと。ね、この時はですね、暴行で被害届を出したとのことですが、名護の警察署がですね、この件で動いたこともないというのが現実でございますと。被害届を出してもですね、警察動かないんですよ、怖くって、やばくって。地元のマスコミもどこが変ですか。まず地元のマスコミはですね、沖縄タイムズとか琉球新報とかですね、もう頭のおかしいマスコミが多いからね、うん、どこが変ですと。侵入禁止区域に平気で入り込んで取材を行う琉球新報ですが、ヘリやドローンを無許可で飛ばしていることをですね、報告をした警戒船の警戒員はですね、これ、無許可、ヘリとかドローンで無許可絶対ダメですからね。はい。じゃあコーヒー飲もう。この反対派のですね、妨害工作を、報告した人物だとしてですね、沖縄タイムズで顔写真とかね、名前とか全部晒されたんですって。違法行為を報告しただけですよ。これを、沖縄タイムズは、なんか妨害工作を報告しやがったとこいつは、つって、顔写真とか名前とか入りでですね、晒されてしまいまして、琉球新報もですね、確認もなくですね、後追い記事で、晒し行為を行って、反対派はですね、海保や警備会社を調べて、漁業に圧力をかけ、報告した方はですね、なんと仕事を失う、仕事をクビになるというですね、浮き目に遭っているそうでございます。何この無法地帯、やばいね。この稲見陽一参院議員、会派沖縄の風の所属もですね、会派の警告を無視して何度も侵入禁止区域で活動を確認されているそうでございます。沖縄タイムスもですね、琉球新報もですね、こういったことはですね、一切報道しませんと。反対派に取り囲まれてですね、軟禁状態になっている人の真横でですね、名刺交換をね、してですね、笑みを浮かべていると。笑みを浮かべているそうですよ。ニヤッと笑ってるんだろうな。いや、やばいやばい。反対派はですね、こうした都合が悪い者たちに対して、撮影した写真などからですね、個人を特定して、Google マップを印刷した紙を見せながら、お前んちここだよな、とさっき言ったやつですよ。わかるわかるこれ。Google マップで自分ちを映されてですね、お前んちここだよな、と脅しをかけて、自分たちに反対する者にはですね、徹底した暴力をちらつかせているということでございますと。はい。そして、行為はですね、基地反対運動だけではなくて地方選挙に波及しているそうです。はい、こうしたですね、左翼活動家天国だけではなくて、選挙違反天国というですね、不名誉な汚名を着せられてはいるものの、長年に、渡りですね、取り締まったことのない沖縄県警察はですね、違反をですね、犯罪行為として認識できていないというですね、他の地域では考えられない非常識がですね、常態化してしまっていると。まあ警察官を向かわせたらですね、その警察官が脅されて、家族に暴力が振るわれるね。こういう状況になってくると、警察官もですね、行けとはなかなか言えなくなってくるんだろうな。選挙期間中はですね、選挙事務所、選挙外線車看板、そして、公営の掲示板に付与されたポスター、そして、選挙管理委員会からですね、配布されたですね、街頭演説、表記、など旗ば表記旗かななど以外にですね、候補者名を示すことはできませんと。個人ポスターもですね、通常選挙であれば、任期の6ヶ月前にはですね、撤去せねばならず、それ以降はですね、複数名が印刷をされた演説会の告知ポスターなどにしなければなりません。そのですね、演説会告知ポスターとてですね、選挙告示前日までですね、撤去していなければならないにもかかわらずですね、沖縄県内の選挙ではですね、候補者の名前の入ったのぼりやポスターが乱立をしていて、これがですね、日本の選挙
期間中かと、驚くばかりでございますと、まるで中国の、なんか中国が仕切って選挙を仕切ったらこんな感じになるんだろうな。こうしたですね、選挙風景をどこかで見たことが聞くことがあると、記憶をたどり思い出しました。そうだ、アメリカの選挙風景だ。アメリカそんな感じなのかな。そこでですね、地元の方にこうした違反選挙はですね、いつ頃から公然と市にですね、行われているのか、尋ねてみたところ、復帰後からだと思いますと、そもそもですね、順法精神など、負けてしまえば意味がないと無視をされ続けていますと、沖縄が日本に復帰をしてからですね、ずっとこういう活動家がですね、中国様のために暴れているということですね。特に憲法9条を守るとかいう方々が、公選法を守りませんとの回答でございましたとね、選挙違反と分かっていても、勝つためには犯罪を犯しても構わないと思われる節はですね、散見されるものの、その根底にはですね、アメリカ占領下におけるアメリカ式選挙に感化をされて踏襲されているのかもしれません。いや、俺それはちょっと違うと思うけどな。選挙違反にせよですね、基地反対派の妨害にせよ、こうした違反行為を打破するためには、公安警察の目的である逮捕を明らかにとした、事情聴取や押収資料からの情報収集、内情分析にメリハリをつけて、沖縄県のですね、沖縄県警刑事部が、司法検査警察員として、正義を執行できる環境づくりが必要でしょうと、そのためにはですね、内閣情報会議や、合同情報会議で忌憚なき意見交換、そして、資料開示と共有是々非々で、捜査方法や取り締まりのですね、段取りを議論、そして、協力して、破防法の適用、破防法まで触れてますね。すごいね。ここまででもやらないと確かに止まらなそうだもんね。破防法の適用などにもですね、真剣に論ずる時期に来ているのかもしれませんという状況が1年前の記事でございます。そして今はさらに悪化をしているようでございます。ということでですね、私まだまだ認識甘かった。さすがに沖縄の反基地活動がここまでやばいと思いませんでした。もう警察フルムシ、警察フルムシで、さあ皆さんで犯罪をしましょうということをですね、集会で言ってるんですよ。これね、俺たちが沖縄に行って何かをできるわけでもないから、沖縄で頑張ってるですね、このね、ボギーテドコンさんとかですね、この沖縄でですね、のですね、平和を守るために本当に頑張ってる方々っていうのを僕もね、これからどんどん紹介していこうかと思いますので、こういう方々を一生懸命フォローしよう。で、こういう方々が共有してくる情報っていうのをですね、もう我々ガンガン広げていこう。もうね、そうでもせんとね、日本動かんわ。はい、ということでですね、今後もですね、この沖縄のですね、もう反社勢力、この反基地活動家のですね、やべえ情報ありましたら、皆さんにガンガンお届けしていきたいなと思いますので、もしよろしければチャンネル登録をお願いします。というわけで、熊さんの動画を終わりたいと思います。バイバイ。